こんにちは。テンバーアカデミーふりひりおです。今日はオーストラリアアマゾンでの販売について質問いただきましたんでお答えします。質問ですね。アマゾンオーストラリアでの販売について、今度スタートするアマゾンオーストラリアの FB の変についてもアドバイスいただけますでしょうかインポーターが必要とか法人を作らなくてはいけないかなど疑問が多々ありますということなんで回答します。 テンバーアカデミーでは、アマゾン .com.au での販売をサポートします。これは今、会員の方にですね、個別サポート、マニュアルサポート、両方にですね、オーストラリアアマゾンでの販売がいつ開始されるとか、販売に何の準備が必要だとか、その辺のサポート、情報を提供していきますで。インポーターは不要です。テンバーアカデミーでは、シドニーに転送をお願いする会社を確保済みです。 転送サービスを使えばインポーターは不要です。またインポーターを使えば FC に直送も可能です。まあ、ただオーストラリアの配送品質は決して高くない。また税関でね荷物が増えると税関でよく止まるとかね間違えた処理でどっか違うところに行っちゃうというね先進国とは思えないようなミスがありますのでやはりインポーターを 使使ううというよりは、えー、転送会社を使った方が無難ですそんなわけでもしもそういった問題があればですね直送に問題があれば Amazon から運送会社または販売者に警告されますそしたらまあそれに従うという形で対応してくださいで現時点で Amazon オーストラリアに法人が必要かは不明です、えー、日本アマゾンの FBA 開始当初は法人だけが FBA 開始、えー、利用可能でした オーストラリアアマゾンも法人のみ利用可能なサービスになる可能性がありますオーストラリアアマゾンが法人でないと販売できないサービスになった場合転売アカデミーでは法人を設立して商品を代行販売する仕組みを作りますまたオーストラリアアマゾンでの販売または国際輸送での、えー、通関のためにですね、えー、納税のための番号が必要になる可能性がありますこれはあのビジネスナンバーかあるいは、ね、タックスファイルナンバーか どちらが要求されるかは、おそらくアマゾンというよりは、これオーストラリア政府とアマゾンとの協議、えー、というかね、えー、が必要になってくる話ですね。で、日本人がこの番号を取得するには、オーストラリア法人が必要です。まあ、ビジネスビザを取るとかね、えー、永住権を取るという方法もありますけど、まあそれははるかにオーストラリア法人を作るよりは大変なんでね、現実的にはオーストラリア法人が必要になると。で、その場合、えー、 法人が自分で作るという場合は設立をサポートしますで。これは行かなくても作れるようなサポートが可能です。でまたは、えー、法人を設立して商品を代行,代行を販売する仕組みを作ります。それと準備としてですね、Amazon.com.au での販売をスムーズに開始するために 開始になってからね、a z o n に参入するんではなくて、今のうちからアメリカアマゾン、または日本アマゾンで販売して、アカウントを良好な状態にキープしておくことをお勧めします。まあ、日本アマゾンはね、アメリカアマゾンや中国 Amazon での販売を勧誘しています。で中国 Amazon については、Amazon から招待されないとアカウントを作成することができません。オーストラリア a アアマゾンも招待されないと販売できなくなる可能性があります。 まいずれにしても、ね、オーストラリアというのは、えー、先進国とは思えない、ねえー、品ぞろえの悪さなのに、えー、物価は高いという、ねまあ、本当に需要と供給から言ったら、えー、転売で儲けやすい条件が揃っているので、ねえー、潜在一遇のチャンスです。必ず参加できるように万全の準備をして臨みましょう。でどんな準備が必要か、ねえー、その情報は このメールセミナーで流してますんで、登録は無料ですんでね、こちらのメールセミナーをクリックしてで、メールアドレスとお名前を書いて登録するボタンを押してね、情報をチェックしてください。以上、天板アカデミー堀秀夫でした。